北藤岡駅は群馬県藤岡市立石にある東日本旅客鉄道八高線の駅である。2006年4月撮影の駅正面ホーム写真右端に高崎線の線路が見える単式ホーム一面一線を有する地上駅。簡単な待合室があるだけの駅で駅舎はない。高崎駅管理の無人駅。簡易水カ改札機が設置されている。 2019年7月に簡易自動券売機が乗車駅証明書発行機に交換され、当駅での乗車券購入が不可能となった。無人駅のため、いたずらが多く、監視カメラが設置されるようになった。高崎線との合流地点にあるが、高崎線側にはホームはなく、八高線側のみに設置されている。八高線の線路はホームの先ですぐに、 高崎線の下り線に合流する。その先には高崎線上り線から下り線への渡り線があるが、対比線を兼ねており、有効長は八甲線の列車に比べて非常に長く、また電化されている。もともとここには高崎線と八甲線を分ける施設上の分岐点である小野信号場が設置されていた。小野信号場は当初は高崎線所属で、 1952年以前のいずれかの時期に八甲線所属に変更され、1961年八甲線に当駅が開設されると同時に駅構内に編入された。高崎線側に客扱い設備はないものの信号扱いがあるため、高崎線列車の乗務員用運転時刻表にも括弧書きで当駅が記載されている。新町駅からの距離は、 2 5トルである。ただし、高崎線の駅とは扱われないため、東駅倉賀野駅間は、八甲線の地方交通線運賃が適用されるほか、八甲線の東駅以南と高崎線の新町駅以南を乗り継ぐ場合でも、運賃計算上は、倉賀野駅経由扱いとなり、7 2トル分折り返し乗車することになる。群馬県統計年間によると、 2000年度から2013年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。なお、2014年度以降の統計は非公表である。駅前広場駅周辺は換算としている。藤岡市北部の住宅地にあり、無人駅にしては比較的利用客が多い。2006年8月に以前は吹きさらしだった自転車置き場が整備され、屋根が設置された。 さらに周辺は再開発されロータリーがある。地元では高崎線側に向きた藤岡駅ホームを設置し、高崎線列車の停車、乗降を可能とすることが長年要望されている。しかし、再三面と藤岡市の財政難のため実現の見込みは立っていない。藤岡市は1973年に高崎線北藤岡駅設置促進規制同盟会。 を設置し、群馬県、当時の国鉄、JR 東日本に予防を行ってきた。しかし、JR 側より出された、新たな乗降者数3500人、駅舎建設費用の負担等の諸条件を満たすことが、難しく、高崎線北、藤岡駅設置促進規制同盟会も2006年に、解散した。高崎線北、藤岡駅設置促進規制同盟会解散後も、 藤岡氏は、新駅設置の諸条件を満たすことは非常に厳しい状況という見解を出している。ありがとうございます。